こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの三島です。本日はライバル対決、対決ということで、はい、禁断の、はいはい、神道止め、はい、ライバル対決をやってまいりましたが、はい、何と何と何を3つなんですよね。そうですね、今回水止めでございます、はいはい、こちらのキモニーの、はい、クエイクバスターとクエイクバスター、はい、クエイクバスターソル、ソル新しく出てこないね、ホリアホリもやりました、はいはい、とイオミックショックです、はい、この3つで対決す、ね、そうですね、形状が似ているという噂の、そうなんです、はいはい、中身はどうなんだというところでやっていきたいと思います。はい、では最初によろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では最初にやっていきますけども、はい、このコンテンツは、ライバルと言える商品、はい、斉藤さんが選んだライバルですよ。まあまあまあそうですね、はい、それを、感覚だけではなくてトラックマンの数値を用いて、はい、皆様にその違いをお伝えすることによってお買い物の参考にしていただこうということでございまして、はい、初ですよね、振動止めのライバル対決は初めてですよ ね, すね、はいはい、なので、これはトラックマン と,、うん、テスターの感覚なので、はい、実際に振動がどこまで抑えられているかどうかではなくて、そうです、ね、ヒューマンテスト、はい、プラス、各社ですね、弾道のことを最近おっしゃるので、はい、弾道にどういう変化があるのかというところを見ていくものですね。簡単に商品紹介いただいてよろしいですか。もともと出た順番からでいくと、はいはい、まあ、このクエイクバスター、ね、長年、はい、20年ぐらい続いてると言われてますし、はい、これもすごい長いですけど、これが一番、はい、まずは振動減衰性も高くて、はい、選手もすごく使っていると、はい、マッシュルームマジックというところで、はい、ボールが当たった時にこの真ん中にあるあのマッシュルームのような、はい、キノコのようなものがこう動くと、うん、で抵抗振動を生んで打ち消し合う、はい、そんな仕組みのものでございまして、はい、うん、もう発売され20年以上という年ですね、はいはい、そんなこのクエイクバスターに対して2個目が、はい、まあ、こちらに行きましょうか、はい、その同社、はいはい、クエイクバスターソル、はい、ソル、はいはい、こちらもともとの、まあ、触っていただくとやっぱり分かりやすいんですけど、もともとのクエイクバスターを少し質感としても固めにしてます、うんうん、はい、それによって、はい、まあ、飛ぶ飛ばないとかっていうわけではなく、うん、打球感として、うん、まあ、少しちょっとこうクリアーなような感じの感触になりやすいので、うんうん、私もこれも一発打ったらもう分かります、はい、要は同社で、ニューモデルが出たというところで、はい、少し高度を変える、硬さを変えることによって、振動減衰率あまり変わらず、はい、弾道がちょっと変わる、うん、少し低く、うん、持ち上がる、はい、要はストリングスのたわみを少し抑えることによって、持ち上がりを減らすイコール推進力に変えていこうというものであるというところですよね、はいはい、ちょっと僕タイプよく意味が分からないどういうことですか直線的な感じの振動ということになりますね、ぐるぐる回ってこんな感じもしないです、はいはい、そして、はい、そしてまあ、これも大人気ですね、はい、イオミックショックです、はい、こちらについては、うん、まあ、当然そう振動減衰性というところもあるんですけど、うん、まあ、それプラス、まあ、そう弾道を補正してくれるという、うん、はい、その、まあ、ブレ幅、そうですね、ボールの安定感もさらに上がりますよっていうのが、着弾点がこうまとまるっていう、はい、そうなんです、まあ、振動吸収しつつというところですよね、はい、なのでこの3つでいくと、まずこの、クエイクバスターがもう二十何年、はい、販売されて非常に人気がありました、はい、そこに挑戦者としてこのショックレイオミックショックレスが挑んできた、はい、あれ形似てるぞということで、うん、あれ真似したのかなみたいなことのいろんな憶測が呼ばれましたけれども、はい、これがすごく売れて、はい、王座の座を取っちゃったというところですよね。はい、で、考え方が、まあ、振動吸収はもちろんだけども、うん、弾道に影響を及ぼそうと、はい、そうしているとキモニーさんが弾道を抑えることができるよということで、うん、王座奪還のために発売してきたと。そうなので今この三つどもえ、三つどもえです、はい、本当に形状もちょっと似ているのでというところでは非常に激しい戦い、お店でもお客様が結構振動止めレジに持ってこられるんですけど、うんうん、どれを持ってくるかちょっと気にしながら見てるんですよ。なるほどですね、はいはい、じゃあ今からですね、ヒロシズに登場いただくんですが、はい、こちらですね、はい、私参考までに硬度を測ってきました、はい、硬さですね、ゴムの硬さを測ると、はい、まあ、一番柔らかいのはやはりこのクエイクバスター、はい、2番目が、イオミックショックです、はい、
3番目がソルということで、こちらは数値上も出ている高度というのがあります、うんうんうん、あとはこれがね、弾道にどう影響しているのか、 そうですね、そしてヒューマンテストの感覚値がどうなのかのコメントいただきたいと思います、はいはい、では、登場いただきましょう。ヒロシーズのお二人でございますが、はい、ちょっと待ってください、なんか出ていますね、よいしょ。ではまずは、加藤さんの打ってるシーンでございます、はい、こちらです。まずはイオミックショックです。はい、はい、私もね今回3つちょっと打たせていただきました、うん、はい、好みがはっきり自分で出たなと、はいはい、どれかは言わないですけど、全然違いました違いましたね、違うなと、うんうん、思い込みかな僕のレベルでいくとねっていうのもありますが、こちらクエイクバスターでございます、うん、はい、一番歴史の長いところですね、うん、そうですね、はい、本当に選手すごいつけてますけど、そうですね、ねえ、よく見ます試合、はい、そしてクエイクバスターソルの方、はい、ちょっと高度が上がった方ですよね、はい、はい、弾道というか音がねちょっと違ってたようには感じたの で、ね、はい、はい、という形で打っていただきましたが、はい、スコア見たいと思います。今回3つなんでね、ちょっと変則ね A になってます。こちらになります。はい、はい、左上がイオミック、はい、右上がクエイクバスター、右下がソルでございまして、はい、まずはスピードからいきましょうか。スピードほぼ変わらないけど、でもクエイクバスターが全般的に良くて、そうですね、2つが同じ数ですね、うん、ほぼですよね。そうですね。で、イオミックは少しスピードが抑えられている、はい、回転でいくと、うん、ノーマルのクエイクバスターが一番かかって、はい、次にソル、最後にイオミック、はい、はい、まずアングルも見ておきましょう。アングルはあまり変わりませんが、そうですね、やっぱりイオミックじゃないですね、クエイクバスターとクエイクバスターソルを比べると、うん、クエイクバスターの方が弾道上がってる、そうですね、ソルの方が弾道上がってないということを言うと、うん、はい、おっしゃってる通り、そうですね、直線的な、はい、こちらが斉藤さんっぽいっていうことなのかもしれません、うん、僕タイプはここですよね、ちょっとその意味がよくわかりませんが、はい、クリアランスとレングスということになってますが、はい、クリアランスいくと、うん、ノーマルのクエイクバスターが上がってるんですよね。そうですね、うん、だから、うん、弾道アングルも上がってるから、うん、まあ、確かにその柔らかい、この中でも一番まあ感触的にも柔らかくて、まあスナップバックへの影響っていうのも受けづらく、まあちょっと上がりやすいっていうところで言うと、まあ回転一番かかるのは普通のクエイクバスターっていうところで合ってるんだろうな。だからクエイクバスターとやっぱソルは比較しやすいですよね。そうですね、おっしゃってる通り加藤さんの場合はノーマルのクエイクバスターの方が弾道上がって、はいはい、回転もかかってる、ソルの方が直線的であると、はい、ただそこにイオミックショックレスが入ると、うん、角度は一番高く上がってるけど、うんうん、実際コートの上、ネットの上で通ってるところは低く、うんうん、一番浅く落ちてる。そうですね、回転も一番低い、速度も遅い、うんうん、ということは、うん、あとはあれですか、コンシス天使ですか。でもこれもちょっと振れ幅は大きいですね。着弾点というところまでがね、ちょっとこの志田コーナーだと出てはいないんですけど、うん、ただ、はい、まあ、スピードとその回転というところでいうと、はい、ちょっと落ちてる感じっていうのが、そうですね、うん、落ちていて、さらにコンシステンシーは弾道の、うん、ばらつきも一番大きいということになっちゃってます ね、 うすね、うん、ただね、これはあの加藤さんのテニスにということの、うん、まあ、相性もあるとは思うんですけども、うん、というところになります、うん、では加藤さんのコメントいきましょうか、ね、はい、こちらになります。飛んでるなって思ったのはどれですか。飛んでると思ったのは、キモニーのクエイクバスターの、初めのタイプですね。ノーマルです。ノーマルタイプ、はいはい、では手元の引っかかり感、まあ、回転かかってるかなと思われたのはいかがでしょうか。引っかかり感としては、ちょっと固めの打球感のイオミ、クエイクバスターのソルです。ソルの方ですね、はい、はい、じゃあそこで違いがあったんですけど、はい、じゃあ3つ比べていただいて、どのような違いがありましたでしょうか。そうですね、一応このトワルソン の、 そのイオミックは前から自分も使っていて、はい、でキモニーはあまり試したことなかったんですけども、はい、イオミックの方は球出しの出る感じがすごい安定していて、はいはい、安定した球を打ててる感じが、まあ、弾道補正というのが ね、 ね、当初から歌われてたということもありますと、はいはい、パワーちょっと抑えめなんですけど、はい、安定するって感じですね、はい、でキモニーのクエイクバスターは、はい、
柔らかい方ですね。柔らかい方ですね。柔らかい方は、ノーマンタイプは非常に打球感を柔らかく感じ取れまして、はいはい、で弾き出しもいい感じがして、球が出るような感じがしました。はい。はい、一方でソルはじゃあどうですか。ソルはその振動吸収はそのままに、少し打球感はちょっと固めにちょっとカツッとした感じで。なるほど。で飛び出しも良い感じしましたね。はい。はい、じゃあ3つ、お客様にお勧めするとしたら、どのように、分けてお勧めなさいますか。そうですね。弾道補正という点でやっぱり、はい、安定した球を打てるという点ではちょっとアウトボールが多い方とかですかね、はい、ちょっと抑えたい方はイオミックをお勧めしますし、イオミックにその弾道補正機能を一番感じたというところですね。感じましたね。はい。はい、でまあノーマルのタイプと、まあ、それもそうですけど打球感の違いではあるんですけども、はい、硬い方が好きな方は、はい、クエックバスターソルをおすすめしますし、はい、で柔らかいノーマルタイプの方はそうですね、柔らかい打球感が好きな方はおすすめしたいと思います。はい、じゃあやっぱり3つ違うというところで、はい、一番振動を取ってるなと思ったのはどれですか。取ってるなと思ったのはノーマルタイプのティモニーの、はい、その次はどっちでしょうか。次は難しいところですけども、はい、クエクバーサスフォル、はいはい、じゃあ最後に、はい、イオミックショー、イオミックが、ね、一番取ってない、取ってない、はい、ただ何度は補正している感はそうですね、いうところ、うん、じゃあやっぱり3つ結構違うというところですね。うん、はい、そうですね。加藤さんは今ラケットを使いなのが何でしたっけ。スピードプロ。スピードプロ、はい、で、ご使用になるとしたらどれをお選びになりますか。そうですね、ティモニーのクエクバスソル、ソル、はい、に変えるということですね。使ってみたいと思います。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ということでございまして、はいはい、非常に難しいテストだったというのは、うんうん、加藤さんのお話の仕方から見ても皆様推測されるんじゃないかなというところでございますが、うんうん、まあ最終的にイオミクショックレスをお選びになられた、はいはい、ね、もともと使ってるっていう話もしてましたし、でもデータで見ると、はい、どちらかっていうと、うん、そうですね、クエックバスターの方がいい感じになってたのかな、はい、そうですね、加藤さんのスコアで見るとというところではあるんですが、これまた好みとね、うん、違うんで、うんうん、加藤さんは割とどっちかというと抑えたいんじゃないかなっていうことを考えると、うん、イオミックなのかな、うん、っていう感じになってますね。あとはやっぱりちょっとね、間違いなく言えるのは違うということです、うん、打感が、はい、なのでスコアは別にして打感で好き嫌いは出ると、うん、こうやって測ってしまうと、うん、まあ、割と、ね、その辺のデータが出てしまうので、うんうん、おすすめするにはってことになっちゃいますが、多分本人も迷ってると思います。どうでしょう、結構悩んじゃうでしょうね、はいはい、なので、加藤さんとしては、はい、まあ、そのようにお選びになられたのと計測値が出たと、うん、そうですね、じゃあ長尾さんどうなの、はい、長尾さんの打ってるシーンご覧ください。はい、こちらがイオミックショックレスでございます。はい、南郷さんもね、ラケット変えられたばっかりでX ツアーの100に、はいはい、クラッシュから変えられたと。みんな春は変えるんですかね。佐々木さん変えてないですか。僕はもうブレないですよ、はい、ブレるかやってないでしょ。、はい、すいません、今回ですね、後ろカメラがちょっと、はいはい、すいません、ここにカメラあるんですけどね、はい、撮れてなかったっていう。まあまあ大きく見ましょう、はい、なので、横から、はい、南郷さんの打っている姿を見ていただければと思ってます。はい、特に、ね、音を、ね、聞き分けていただけるとありがたいかなと思うんですが、こちらがソルになります。はい、だったら静かにしろよって感じですよね。なんか喋ってますね。そうですよ、名護さんこう、はい、歌われながらやっぱ言葉出ちゃうぐらいちょっとこう、そうですね、なんですかね、発見があったんだと思います、うんうん、はい、ではスコア見たいと思いますが、こちらになります。はい、左上がイオミックショックレス、はい、右上がクエックバスター、右下がソルですね、うん、ではまずスピード見たいと思いますが、あ、ちょっと加藤さんと同じように、同じような系統ですね、イオミックショックレスが一番速度落ちている、はいはい、スピンレート、はい、あ、これもですね、ここも同じ感じですね、はい、うん、そしてアングルを見ると、うん、やっぱ同じですね、うん、同じ感じですね、要は、うん、右上のノーマルのクエックバスターが一番、角度が上がっている、はい、そしてコートネットの上も一番高いところを通ってクリアランス、はいはい、深さはちょっと一番短いから回転がかかっ
てるからですね。そうですね、はい、だクイックバスが一番回転かかるし弾道上がってるんだ。そうですね、でソルと比べやっぱりソルの方が斉藤さんっぽくこう直線的に僕っぽい感じの弾道これで多分分からないと思うんですけどあの推進力が高くなってる。そうですね、で、はい、やっぱりイオミックがスピードスピンに関してもこの3つでいくとですね、はい、であとはコンシステンシーを見たらあちょっとやっぱり一番ばらつきが大きい、うん、そうですね、うん、それほど大きな差ではないんですけどちょっと開いてるかなって感じですね。こうなると気になるのは着弾点ということになりますが、うん、そうですね、これに関してはね、はい、この志田コーナーでは計測できないということなの で、ね、はい、あくまでネット超えるまでの弾道ということで見ていただいたならば、はい、うん、ノーマルのケークバスが一番スピンがかかってる、うんうん、ソルが一番前に、はい、推進力が高い、うん、ショックレスがというところですよね。続いてますね、はい、じゃあコメント聞いちゃいましょうかね。はい、はい、こちらになります。手元で飛び出し感パワー感はどれに感じましたでしょうか。はい、パワー感はあのクエイクバスターのソル新しいものですね。これがよく感じました。飛んでるかなそうです、ね、っていう感じ、はい、まあ、弾きがいいというイメージもありますからね。はい、では続いて、はい、回転がかかってるな、引っかかってるなと思われたのはどうですか。引っかかってる、引っかかってる感というのはフィーリングつかみやすいソルかなって気がするんですけどね。もうソルですか。はい、はい、両方ソルということでよろしいでしょうか。はいはいはい、3つ比べていただいての、はい、打球感どのように違いを感じましたでしょうか。はい、一番まあ柔らかい、まあ、振動球種良かったんじゃないかなって感じるのは通常のクエイクバスター、通常のクエイクバスターが一番振動減衰してるんじゃないか。で2番目に、トワルソンのイオミック、2番目がイオミック、はい、はい、一番まあこの中ではまあ固く感じたっていうんですかね、はい、のがあのソルソルの順番に私は感じました、はいはい、で、回転と飛びもソルに感じたという、はい、そうですね。ただそのホールド感っていうんですかね、はい、それはあの通常のクエイクバスターが一番こうボールを持ってくれてるような感じはするんですけど、柔らかい感じがしたと、はい、はい、まあ、この3つでどのようにおすすめ分けをすればいいでしょうか。はい、まあ、より振動少なくしたい、手に優しいのがいいっていうふうに思われるんだったら通常のクエイクバスターが一番よく感じますし、はい、あのいやいや、まあ、振動はなるべく少なめに抑えて手応えを持ちたいって方だったら、はい、あの新しいソル、ソル、はい、でただそのトワルソンのイオミックは結構なんて言うんでしょう、比較的でもボールは上がりやすかったかなっていうのがあの気づいたところですかね。弾道が上がってるかな、そうですね、ちょっとこう、はい、上に行ってくれてるような気がします。はい、振動減衰取ってるなという順でいくとノーマル、ノーマル、ソルの間にイオミック、そうですね、はい、で最後にソル。なるほど、はい、これ本当に好みというところですね。そうですね、あまり取りたくないという方とか、はい、しっかり取ってほしい方、はい、またラケットに振動減衰機能がついているものついてないものでもだいぶ相性が変わってくると思います。はい、なるほど。長尾さんは今確か X ツアー100を、97ですね、お使いということですが、はい、そのラケットに合わせるとしたらどれをお選びになりますか。僕はつけないという手もありますが、まあ、実際つけて使ってるのがイオミックなんですよ。はい、はい、今回のテストを受けて、そうですね、でも変わらず私このトワルソンの、はい、イオミック使い続けると思います。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。ということでございまして、はい、はい、長尾さんは、うん、やっぱり柔らかめが好きということで、うん、そうですね、はい、うん、この間ね、でも、うん、キムニーさん来ていただいた時に言われてましたけど、やっぱり選手でも別にこっちが硬いから、うん、こっちが好きっていうわけじゃない、うん、こっちがやっぱりいいっていう方もいらっしゃるというのは、ここはまあ正直その弾道も含めて感触もいろいろ選べるんじゃないかなって感じしますよね。はい、うん、まあ、ちょっとね、弾道ということだけ見るとやっぱりキモニーのクエイクバスター、それからソルが割とスコア的に高かったかな、はい、でショックレスがその次というところなんですけど、うん、ここでショックレスのちょっとねプチ情報を私入れるならば、はい、さっきコードの話しましたが、うん、数値上ですよ、うん、ヒューマンテストではない振動減衰力で言ったならば、うん、これをつけますと、同じつけ方しますと、はい、でスイートスポットで測った場合、うん、スイートスポットでボールが当たった場合、うん、真ん中の2本にちゃんと当たった場合はこの2個はほぼ変わりませんでした、うんうん、振動減衰量は、うん、でこちらがあのここに比べるとちょっと低かったです、うんうん、ただスイートエリア外にボールぶつけた時はどうなるかっていうとこれが一番高かったです、うんうん、だから、はい、あのこれはねもちろんねこの付け方としては真ん中の2本噛んでるじゃないですか、うん、で横糸1本噛んでますから、うん、その場合っていうのは、まあ、差も大きくなかったですけど、うん、この2つほぼ一緒でした。ただ
外した場合にこれが一番取るというのは、うん、形状なのかなって、ですかね、やっぱりしかないですよね、うん、まあ、あとはね硬さが違うっていうのがあるんですけど、硬さはこの真ん中になってたので、うん、はい、っていうことはあと原因で考えられると、効果で考えるともう形状しか言いようがないと、うん、そうですね、はい、でよくおっしゃったこのね2個、うん、このあの、はいはい、まあマッシュルームが2個とは言いませんけれども、はい、2つあるというのが、はい、もしかしたらそういう効果なのかなというのが、うん、ショックレスの私は意味合いかなと。そうですね、だから私みたいにスイートスポット当たらない人間は、うん、ショックこれがいいのかなっていうのがあるんですが、じゃあ私こっちどういうことですか、ちょっと言ってる意味こっちで聞こうかなですね。ただね、3つ打ち比べてやっぱり明らかに違いました。はい、そうですね、はい、皆さん本当好みだと思います、うん、あのメールマガジンお出しさせてもらってるんですけども、坪子さんとそれから渋谷店の小川さんにも打っていただいて、はい、好みそれぞれ聞いた文章なんかもね皆さんお送りしてるんですが、最初、うん、はズバリどれが、僕はソルです。あら、僕ね、いやこのデータ知らずにですよ、はい、今さっきの、震度減衰の数字も知らずに、うん、ショックですがいいなと思います。お、あ、なんか僕はこの打感が好きだなと思ったんで、うんうん、はい、ついにね、パッケージもちょっと変わってきて、ね、はい、ここにね、はい、ドクターのストックさん中に、これ全然知らなかったですよ、開けてないんで、中出したらドクターのね、はい、これね、はいはい、ドクターも書いてありますから、はい、ぜひ乱発しすぎじゃないかというところがありますけれども、はい、と、はい、いうことで、あくまで打球感好みということもありますが、はい、皆様ぜひですね試していただきたい、うん、そうですね、はい、なんだったらこれ3つ買ったらいくらになるんですか。3つ買っても2000円ちょっとですかね、はいはい、3つ買って楽しむというのもありますし、はい、そうですね、あとはこのスコアもですね、ぜひ参考にしていただいて、はい、まあ、弾道を上げたい方、推進力に変えたい方おられると思いますので、はい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、ということで今日はライバル対決です、はいはい、キモニーのクエクバスター、はい、クエクバスターソルとイオミックショックレス、はい、この3つの対決でした、はい、ぜひ参考にされてください。斉藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。